皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはグラビアアイドルタレントの吹雪圭さんです。1999年4月5日生まれの24歳、大阪府出身。身長167センチ、3サイズは上から105、63、95の J カップ。圧倒的存在感のある巨峰の持ち主です。吹雪圭さんは20歳の時に就職を機に上京し、3年ほど社会人として働きながら2021年2月から芸能活動を始めました。初めはウェディングドレスのモデルなどのアルバイトを副業としていたようですが、グラビアアイドルに興味があると自分から事務所の社長に伝え、グラビアアイドルとしての道を歩み始めたのです。 J カップのフォーマンボディが江頭2時50分さんの目に留まり、エガチャンネルに出演するなど、デビュー直後から話題が絶えませんでした。趣味はサウナに行ったり筋トレをすること。江頭さんが絶賛する J カップのボディに引き締まったウエストを維持するために毎週市民プールに通っているそうです。また吹雪圭さんの TikTok ではイメージビデオで見ることのできないオフの吹雪圭さんを見ることができます。お酒を飲む姿やぬいぐるみに抱きつく可愛い一面も見れますよ。2022年からグラビアアイドルとしてデビューしたばかりで、水着のお仕事には抵抗感を持っていたようですが、今後の目標として大好きな小池栄子さんみたいに幅広いジャンルで活躍できたらと語る吹雪圭さん。新人グラビアアイドルとしては話題の尽きない吹雪圭さんは、今後の活躍にも期待したいですね。これから先どう転んでも我々ファンは温かい目で見守りたいです。概要欄に吹雪圭さんの SNS リンクを載せてるので、可愛い、興味湧いたって紳士スクジョはいいね&フォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますので、ぜひお願いします。最後まで見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。